ちゃ。こんにちは。さあもう8月、はい、月間の総評をしていなかったので、今日はそれをお届けします。はい、ちょっと長くなりますね。いやいや、まあ短縮。短縮といっても毎回長いんですが、まあそうだな、まあ、今現在8月の28日なので、はい、ちょっと数試合各チーム残っているんですけれども、うん、まあまあ大体8月1ヶ月間を見てというところで、まあ、はい、見ていきます。はい、まず8月月間順位良かったのが1位が広島、はい、で2位が巨人、はい、3位が DeNA、はい、で4位阪神、5位中日、6位ヤクルトとなっています。はい、これ7月の月間と見ると巨人は7月月間1位だったので2位に1つ転落という形になりました。はい、で阪神が7月月間2位だったんですけれども8月が4位というところでちょっと失速しました。うん、はい、で今月一番良かった広島、実は先月3位だったので、うん、やっぱりちょっと今月ポイントを上げていったのかなという感じです。で中日先月4位だったんですけれども今月は5位、そして DeNA がジャンプアップしました。7月は5位だったんですけれども3位と、そしてヤクルトは変わらず6位、まあ、ジャンプアップしたって一つの貯金を作っただけだけどね、まあ、そうなんです。現時点でそうなんですよね。うん、ただ5位だったのが3位に月間は良くなったよというところです。でまずは月間1位のカープから、見ていきましょう。はい、カープはですね打率が7月は2割1分1厘だったのが2割6分8厘、うん、そしてホームランも先月4本だったのが8月28日現在10本ということで、打つ方でいうとかなりちょっと打率が良くなってきた。まあそうだな、うん、まあそうだけども、はい、まあ、得点という意味ではさ、うん、やっぱ最下位なんだよね、6球団中。そうですね、だからまあ率は上がる、ホームランは増えてるけども、はい、得点力はそんなに増えてないという、うん、確かに先月と比べると48から増えてはいるけれども、うん、チームでいうと最下位と。まあまあそうだよね、だからまあそういう面ではまあ確かに末金がね8月に復帰してホームランを打ってくれたりだとか、はい、いいところで打ってくれて、はい、勝敗という意味では、うん、すごく拾っていけたよね。はい、まあまあピッチャー陣も安定してるし、そうなんですよ。だからまあそこら辺はバランスという意味では、はい、まあ、すごく良かったのかなという、うん、それと連敗がなかったな。あ、なかったですね。あ、まあもう8月の末に27、26ぐらい、はい、まあ、1日空いてというか、うん、もう連敗があったけど1ヶ月以上連敗してなかったというね、うんうん、だからまあそういう面ではすごく安定的な戦い方はできてたけども、はい、派手な試合はできてないというね。派手な、そうですね、勝ち方とか試合していないけれども、うん、安定してなんか堅実に勝っていってる。まあまあそうだね。そうですね、はいはい、もちろんピッチャーの防御率もいいですし、中でもやっぱりこの救援防御率が先月、まあ、いいです。先月 2.13、 これもいいんですけれども今月が 1.78 と。いやだからまあ8月にこのピッチャー陣の数字を上げてくるっていうあたりが充実感があるよね。はい、だからまあ質量とも非常にいい、はい、うん、中継ぎ陣が揃ってるということだよね。そうですね。さあ月間2位だったのが巨人ですけれども、はい、巨人は先月よりかはワンランクダウンという形にはなりました。はい、打率的には2割5分5厘今月が、で先月が2割5分2厘なので、はい、相対して打率は変わってないですし、ホームラン数も変わっていないんですが、うん、ちょっと防御率が悪くなってしまったかなという印象ですね。うんうん、はい、まあ、だけど負ける試合は派手に負けるし、はい、勝つ試合は渋く勝っていくっていう、うん、だからまあ得点力もそう上がってないけども、うん、はい、だけど勝ちゲームの時にはピッチャー頑張り、うんうん、崩れた時にはもう投げてしまうというかさ、はい、まあ、そういうメリハリは持って戦えたよね。うん、だから深追いしない時は深追いしないし、そうです、そうです ね、だからそういった意味ではその阿部監督が非常によくコントロールができてたかなという感じがするよね。うん、じゃあ非常にバランスよく、まあそうだね、勝てるっていう試合には惜しげもなくつぎ込むけど、はい、いやこれはいかんなって思った時にはスッと引けることができるというか、うん、まあ、そういうメリハリを持った戦い方はできたかなっていうような感じはするよね。うん、そのスッと引くことができた分が若干ちょっとピッチャーの防御率が上がってしまったっていう、まあまあそうだね、なのが無理をせず、だからまあ今日はもう何点取られても負けは負けだからみたいな、うん、まあ、そういうこうメリハリというかね、はい、まあ、そういうことはできてたかなという感じはする。うん、はい、さあそして月間3位だったのが DeNA です。頑張ったって森内言ったけど、はい、まあまあ頑張ってないことはないけどもね、はい、
本当にエコではないというか、点は取るけども吐き出すことも平気で吐き出すというね。そうなんですよね。だからまあ失策の数を見るとさ、はい、13ということで阪神と並んでんだよね。そうですね。だからことごとく失点につながるというか、それが失点につながってしまうと、まあ、そうだね、まあ、それと見えない、はい、まあ、ミスというかね、はい、ゲッツーを取れなかったとか、うん、まあ、そういうこともあるしね、はい、あとは救援陣だな。そうなんですよね。これ救援陣の防御率は上がってるんですけど、先発が下がってる、うん、あの跳ね上がってるっていうことですね、うん、悪いっていうことなんですけども、まあ、でもね、中継ぎ陣もやっぱこの数字だと困るね。3点台救援が 2.81、はいはい、先発防御率が 3.41、はいはい、まあ、そこの合計して 3.18 なんですけど、はい、やっぱりもうちょっと減らしていかないと厳しい。やっぱり中継ぎ陣で失う試合っていうのも多かったよね、うんうん、例えばあの山崎康明投手もそうだし、まあ、森原もやられたのケースもあったしね、はい、そういった意味ではやられちゃいけない人がやられたというかさ、うん、やってほしい人が抑えられなかったというね、まあ、そういう印象はまあ多々あるよね。まあ、打つ方はね、はい、梶原がね良かったりだとか、うん、まあ、申し分ないんだよ、うん、まあ、宮崎がぐっと上がってきたとかさ、はい、山本龍大も一時期7月はあんまり良くなかったけども、うん、また上がってきたりとか、はい、まあ、すごくいいんだけどもね、いいんだけども吐き出す無駄が多いな。そうですね、確かに。あと先発も前半戦とか良かったピッチャーが後半入ってちょっと点取られるようになってしまったりとか、まあ、そうだね、うん、っていうシーンもあったので。だから得点はさ、6チームの中で唯一2桁取ってるんだよね、100点以上。そうなんですよ、まあ、それなのに一つの貯金しかできてないっていうことは8月、まあ、28日時点だけどね、はい、もったいないような気がするよね。本来だったら月間でももっとさらに上に行ってないとおかしい。まあそうだな、広島が13勝8敗でしょ、はい、まあ、このぐらいの数字を残しててもおかしくはないなっていうふうには思うけどね。だから数字的に見ると、ね、だから、まあ、非効率というか、もう本当にガソリンばらまいて、そうですよね、走ってるみたいなもんだよ。確かにそう、燃費は良くない。燃費は良くないですね。さあ、月間4位だったのが阪神、先月は2位だったんですけれども、はい、ちょっとね、4位というふうに落としてしまいました、うん、これ、打率が今月やっぱり下がっているんですよね、うん、でホームランは14本と、先月の8本よりかは増えてはいるんですけれども、うん、まあ、打つことは打ってるんだけど、うん、やっぱりミスだな。エラーです。DeNA と同じように、うん、はい、まあ、エラーがこうチームの足を引っ張ってるというかね、うん、まあ、そんな印象はある。あの先月がミス、エラーが17、今月28日現在で13ですけど、その数字には出てないヒットというふうな扱いになってしまったけど、これ多分エラーだよねとか、まあ、直接エラーだよなもう多かった、ひどいのが。ベースカバーもそうですね。まあ、それはもちろんそうですね、うん、あとはやっぱこう救援陣、そうですね、これがやっぱりちょっと悲惨だったな。あの軒並み数字が跳ね上がってしまいました。救援陣の防御率が 3.60、うん、先月は 2.67 だったんですよね、うん、で先発陣も先月は 2.12 だったのが今月 3.67 と、まあ、大体なんていうのかな、投手力で勝つチームっていう印象が強いんだよね、はい、まあ、打線もつながればさ、まあ、非常にいいつながりを持ってる打線なんだけども、はい、まあ、どちらかというと投手陣で勝っていくっていう、はい、うん、ただまあ8月っていうのは甲子園球場を明け渡すということでね、うん、他のビジターでやるケースが多かったんだけども、はい、やっぱ甲子園っていう球場が防御率を下げてるっていう可能性もあるし、うん、やっぱここら辺が下がってこないと阪神っていうのは状態的には上向きになってこないんだろうなっていう。そうですね。だから岡田監督がよく言ってる甲子園帰ってからが勝負っていうのが、うん、この数字に表れてるような気はするね。なるほど。だから8月ちょっと上がってしまってるっていうことなんですね。はい、ということはちょっと9月は阪神ね、甲子園でできるので、ちょっとこの数字も抑えられる。ちょっと変わってくる可能性はあるよね。だからまあ中日も同じことが言えて、はい、まあ、次は中日なんだけども。そうなんですよね。やっぱバンテリンでやると投手は勇気を持って投げるけど、うん、はい、ビジターに行くとやっぱちょっとね、うん、途端にあの防御率が上がると言われるように。そうなんです。まあ阪神とよく似てる傾向があるよね、はい、救援防
御率だけは先月より良くて 2.56 が 2.19 になってはいるんですけど、はいはい、先発の防御率が先月の 2.90 から 4.26 と、まあ、そうだな、はい、だからまあ俺なんか期待してるメヒアとか、はい、なんかすごく俺はなんかいいピッチャーだなっていうふうに思うんだけど、うん、なんか噛み合わせが悪い ね、 そうですね。だからすぐ失点をするというかさ、ね、まあ、無駄なことをやる、フォアボール出す、はい、打たれるみたいなね、うん、まあ、そういうことがあるんで、まあ、先発防御率が 4.26、はい、っていうのがちょっとな、ちょっとはな、いただけないな、うん、そうなんですよね、うん、でプラスアルファ打率に関しても若干やっぱり落としてはいるんですよね。先月2割5分3厘だったのが今月2割4分8厘というところで、うん、まあ得点力は、うん、まあ、全体の4位というね。そうですね、あ、だからまあ点は取れるように徐々にはなってきてるんだよ、うんうん、だからやっぱあとはね、やっぱバランスというか、はい、まあ、そういうところだよな。だから負けてる試合、はい、で相手がホッとする、うん、そこに点を取ってもさ、うん、それは勝てるような得点ではなくて、はい、まあ、追い上げてるけども焼け石に水っていうのも多かったしね、うん、はい、だからまあどちらかというと中日は先行逃げ切りのチームだよ、やっぱ投手力で勝とうとすれば、あの 1-0、2-0 っていうところですよ。そうそうそう、まあ、そのそういうことができてるのが高橋宏斗かなと思うんですね。あ、唯一、うん、だから高橋宏斗はもう勝てるというか、はい、11勝2敗か、はい、ね、1人で9つの貯金作ってるわけだから。しかも最初いなかったですからね。そうだな、だからそういうのを小笠原とかが ね、 そうですね、まあ、できればね、で、まあ、大野も菅野と投げ合った時に、うん、まあ、ノーノーで行ってて、うん、まあ、坂本の一本のホームランで負けるとか、はい、ああいうのはやっぱ勝たせなきゃいかんよな、あの野手は。そうですね、頑張ってな、うん、まあ、確かに相手が菅野という、うん、まあまあ12勝を挙げてるピッチャーだからね、はい、それは難しいとはいえ、うん、まあなんかな、そういうところがもうちょっともったいないような気がする。そうですよね、まあ、本当中日はあの本来ピッチャー陣がすごい防御率で勝って、はい、野手が1点か2点取ればいいっていうところが、そうそうそう、今月はちょっとそれが逆になってしまったのかなっていうふうな、まあ、防御率が 4点いくつっていうのはもう5位の成績だからな、うん、そうですよね。さあヤクルトです、はい、ヤクルトはあの6月だけヤクルト月間が2位だったんですけど、7月8月はやはりちょっと最下位というところになってしまいました。もう、ね、やっぱ投手が崩壊してるな、防御率5点台ですからね。先発がな、そうなんですよ、うん、これはやっぱりね、うん、いくら打つても苦しいよ、うん、いやそうですね、オスナーが頑張ってもらったのも、で救援陣も先月実は救援防御率 2.08 と良かったんですよ。ただ8月 4.91 というふうに、うん、救援までもと、まあそうだな、うん、今で言うと救援っていうと小沢投手っていうところになるんですか。まあ、小沢、そうだな、小沢、大西、まあここら辺の2枚しか信頼できるピッチャーはいないかもわかんないな、また口がぼちぼちかな、その前をちょっとっていう、で木澤投手はちょっと打たれてしまったりとか、えーって言って言いかれるからな、そうなんですよね、だからちょっとやっぱ苦しいっちゃ苦しいよな、でもね、木澤なんかね、本当故障しないでいてくれるだけで、あれだけまあ故障者も多いしね、はい、いてくれるだけでも助かると思うよ。そうですよね、本来は。あとヤクルトあの7月でしたっけ、あの奥川投手良かったんですけども、うん、8月また今ちょっとあのコンディション不良で下に行ってしまっているので、はい、やっぱりこうなかなか、まあ、高橋奎二投手がね、あの2000、まあ、ちょっと良くなってきたな、はい、そこがいいのかなっていう感じもあるんですけど、ね、ただちょっと防御率5点台っていうのは、まあ、失点が唯一見けたいっていうのはヤクルトだけだもんな、116点です、まあ、次に阪神の92点というね、はい、うん、まあそりゃ1ヶ月単位で考えると10点以上の差っていうのはでかいよな、これはな、大きいですね、どんなに打線がというふうに言われてもっていうところですよね、うん、得点が81点に対して失点が116だから、うん、それはやっぱ辛いと思う、うん、ちょっと勝てないですよね、うん、まあ、でもこうやって数字で見ていくと、あ、やっぱなるほどなっていうものが浮き彫りになってくるのかなという感じがします、はい、まあそうだね、はい、さあ続いてパリーグいきましょう、はい、パリーグ8月月間1位だったのは日本ハム、はい、2位がソフトバンク、3位楽天、4位オリックス、5位ロッテ、そして最下位西武というところでした、うん、でまずは日本ハム、はい、日本ハムは先月に引き続き1位死守と、ね、はい、はい、まあ、相変わらずね、まあ、エスコンということで、はい、失策は多いんだけどもさ、あ、そうですね、ちょっと14ですね、まあそうだね、はい、だけどそれを取り戻すホームランがあるね、
そうですね、25本、はい、先月よりも5本多いですね今時点で。まあそうだね、はい、非常にパンチ力もあるし、はい、まあ、得点能力も高いよね。高いですね、うん、だから、まあ、そういう意味ではこの数字っていうのは納得するし、はい、ただ、まあ、一番の凄さは救援防御率な、1点台という1.86、これはすごいですね。いや、すごいと思うよ。先月が 2.93 だったので、うん、1.86 で数字を下げて、ここまで下げてるっていうのは、うん、これ、あの救援、田中正義投手がちょっと一回今下に落ちてますけど、はい、その分をカバーするその柳川投手だったりとか、うん、後ろを守る投手たちって、まあそうだな、うん、まあよく本当に頑張ってると思うよ。あの池田とかもそうだし。そうですね、もう頑張ってると思うよ、うん、この前の斉藤投手も斉藤は自作自演だから、まあ、褒められたもんじゃないけど、はい、でもまあ0点で切り抜けたからね。そうなんですよね、それはすごいなっていうふうに思いますけれども、まあ、そうやな、うん、ただちょっと先発防御率が 2.76 だったのが今月 3.68 と、うん、まあ、これは夏場ということを考えるとさ、はい、まあまあちょっと仕方ない部分もあるのかなっていうふうには思うけどね。うん、まあ、あのパワー系のピッチャーというのは打たせて取るピッチャーが多いから、だからまあそういう面ではちょっと上がるっていうのは夏場に、それは仕方ないかなっていうふうには思うけど、うん、ただそれを上回るぐらいの救援陣の良さと、はい、あとはまあホームラン数ですね、うん、あとはやっぱりバランスいいな、うん、数字見てもね。そうですね、やっぱそのさっきおっしゃってた99得点このソフトバンクの100得点にほぼ変わらない、まあ、1点しか変わらないからな。そうなんですよ、うん、その代わり失点がソフトバンクと比べて77と、うん、まあ、ソフトバンクが81だから、はい、それはもうなバランス的にはすごく日本ハムの方がいいと、ね、いいですね。だから失策をなくすと、うん、もっと安定するんだろうなと思う。やっぱり今月ちょこちょこやっぱりやっぱね、エスコンは難しいよ守るのが。そうなんですね。あ、いやだからその中でもやっぱりよく守ってる方だと思うよ俺は。うん、それはね簡単にはいかないあそこの球場は。そうだった。でも今年終わったら人工芝になるっていうから、あの内野だけなりますね。来年はもっと安定するかなっていうふうには思うけどね。うん、そこ期待ですね、はい、さあ月間2位のソフトバンク、実は先月は4位だったんですけれども今月良くなりました、はい、まず打率が先月2割2分クリンと、うん、でホームランも12本というふうに低迷してたんですけれども、うん、はい、今月は2割6分3厘のホームランが29、まあ、山川が打ち出したよな。良かったですね。あ、だからまあこれはすごくいいことだし、はい、ただそれに伴って近藤があんまり良くなくなったな。あれはオールスター明けぐらいからですか、まあ、あんまり良くなくなってきたよね。はい、だから細川が打つと、うん、あんまり良くないんで、今まで細川を助けてたんだけど、はい、まあ、それはもうヒューティーヒューティーで、うん、まあ、いいんだけどね、うんうん、まあ、だけどこれでも近藤が打ち出したらまたたまらんぞこれ。いや、そうですよ、栗原選手に山川選手に近藤選手っていう風になる、うん、でも相変わらずはなんかこう下位打線からの上位につなぐ打線っていうのはすごく健在だしね。そうなんですね、まあ、安定してるっちゃ安定してるよ。あと今月正木選手も非常にホームラン打ったりとか、まあ、いいところで活躍もしてますし、はい、で、あのただ防御率は実は先月の方が良くて、うん、先発防御率も今月は 3.37 で救援防御率も 3.46 という風に先月の 2.76 と 2.75 ちょっと上がってしまう。まあそうだな、まあ、これは夏場ということで仕方ないっていう風に思えばこれも納得なんだけども。なるほど、防御率、まあ、先発はいいんだけどちょっと長継ぎはあんまり良くないな、うん、そうですね。だからここら辺もう少し頑張らないとちょっと苦しい展開になってくるよね。ちょっとそうですよね、うん、まあ、それでもやっぱり貯金を作ってるわけだから大したもんだと思うよ、はい、そうですね、うん、さあ続いて3位の楽天、月間は先月は2位だったんですけれども、はい、まあ、1つ落としたものの3位のロッテに非常に差を詰めていった今月だったなというふうに感じますけれども、うんうん、楽天はちょっと防御率が良くなったんですね、はいはい、先月が特に救援防御率 4.52 だったんですけれども 2.86 というふうに後ろがちょっと良くなったのかなというふうな印象です、はい、まあ、これはあのチームのモチベーションというかさ、はい、やっぱりみんながそのクライマックスシリーズを目指そうとしてるよね、はい、
まあ、一時期こう諦めかけたって言ったら変だけども、うん、ちょっと大きく離された時点があって、はい、楽天もそんな状態的には上がってきてなかったんだけども、うん、だロッテが落ちてる関係上やっぱ目標になってきたよね。そうですね。だからこれがいいモチベーションとなって、うん、数字以上の成果を出してるかなっていうような感じがする。まあ、ロッテが落ちたっていう兼ね合いもあってなんですよね、はい、まあそうだよね、はい、で打率は2割3分4厘なので先月のやっぱり2割5分6厘かはちょっと落ちているのかなというふうな感じはするんですけども、その分やっぱり3位のロッテが落ちた分楽天がちょっとよく見えたと。まあまあそうだね、それはよく見えるわ ね、 そうですね。ただその先発中継ぎ陣、はい、ちょっと防御率っていうのがね、うん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 、少し悪いけども、はい、中継ぎが多少頑張ってるかなというね。それはありますね、うん、あとちょっと心配なのが則本投手、はい、月間で防御率 6.43、 前半はすごい先発から回ってよく抑えてるなとあったんですけど、ちょっと後半に来て打たれてしまったりとか得点っていうシーンが目立ち始めてるのかなっていう。やっぱり1年間やったことないでしょ、抑えを、うん、でこの過酷な夏場でしょ、はい、まあ、そうなってくるとやっぱちょっと状態は落ちてるっていうことは確かに言えるかもわからんな。あ、そうなんですね。そりゃ未知の経験だもん。先発だったら、ああこういう疲れが残ってくるだろうなって、だからこうしとかなきゃいけないとか、うん、まあ、自分の中のノウハウっていうのは持ってると思うけども、はい、初めての抑えでえどうしたらいいのみたいなところもあるだろうし、はい、だからここ踏ん張りどころだろうけどもね。そうですね。この前も日本ハムにな、そうなんですよ、同点弾打たれてな、はい、結局延長に、まあ、結局延長になって引き分けになったけども、はい、まあ、あれでもな、勝ってるのと引き分けじゃ、日本ハムの方が引き分けでもまあまあ良かったかもわからないけども、まあ、追いついた方だからね、はい、だから楽天からすると勝っとかなきゃいけない試合だったな。もったいなかったですよね、うん、だけどそれもやっぱ経験だと思うよ、やっぱ。でもここから9月やっぱりクライマックスシリーズ3位までに入りたいとなると、はい、この則本投手の結果次第っていうところ、いやそれはあるよ、絶対あるよ、ね、うん、それはやっぱ接戦で競り合ったゲームが多分多くなると思うからね、はい、勝つとなってもね、うん、だからその則本の力っていうのは大きいよね。ですよね、はい、さあ月間4位だったのが8月はオリックス、はい、でオリックスは先月5位というところだったんですけれども、うん、まあ、先月は打率が2割1分4厘ホームランが8本、ただ今月は2割2分4厘、まあ、それでもちょっと低いですね、うん、ただホームランは17なんですけどね、もうね、うん、話にならんぐらい打てないよ。中島監督頭を抱えましたね。点取らないのかみたいな、うん、だって月間でさここまでで53得点だよ。これワーストですね今月。いや53得点も取ってないイメージだもん。あ、もっと低い得点のイメージです、ね、だって1点しか取れてない試合が何試合続いたよ。あったあった。西武ロッテとかでも0-1、1-0とかさ、1-0とかありました。そうだろ、ロッテオリックスなんか1-0とかそんな感じでしたね。全部そうだったもん。あ、そうか、2-0とかさ、うん、いやだから本当に打ててないというか、はい、やっぱね、あ、良くなってきたなって、昨年みたいな強いオリックスが戻ってきたなと思ったらすぐダメになる。あの、続かないんですね。続かないんだよ今年。そうなんですよね。ただその救援投手陣とかね、そうなんですよ、本当に頑張ってると思うし、先発投手もね、はい、まあ、頑張ってるよね。頑張ってますね、まあ、そうですそうです。6球団で一番いいんだもんな。はい、先月 3.54 だったのが今月は 2.35 で6チーム中ナンバーワン、うん、で救援も先月 2.37 今月 1.36 と、うん、これもナンバーワンですね。ピッチャー帰ってきましたね。帰ってきたけど、野手どこ行ったの、遊びに行ってんじゃないかってずっとですよ。いやいや、もう本当にね、見ててね、息苦しくなるもん。ありましたね、今月ラオウの一発で最後勝った、1-0でってありましたね。負ける試合なんかはさ、角中が押し出しのフォアボールで、そうだ、取られて、そうだ、1-0で負けるとかね、うん、いやだからやっぱもう少し点になっていかないとな。ですよね、うん、なんか3連覇したあの強さというか、あの打撃陣というのは苦しいな。苦しいですね、はい、やっぱり今月もちょっと苦しかったのかなという感じです。そうですね、ただそれ以上に今月苦しかったのがロッテ。ロッテは先月3位だったんですけれども、今月は5位というところで、打率が先月2割7分5厘、これは先月トップだったんですよね、7月5チーム中、うん、ただ今月は2割2分5厘で、ホームランも先月18本だったんですけれども、今月まだ9本しか出てません。まあ、とにかく打てないわ、うん、そうですね、ああ。
まあ、ピッチャーはね、そこそこ頑張ってると思うよ。そうなんですよ、うんうん、頑張ってると思うけども、本当に打たないな。これ岡の離脱がやっぱ大きいな。うん、岡がやっぱり一番に入って、はい、これ活躍してる時っていうのは、うん、点なんていうのはすぐ取れてたような感じがするけども、やっぱり一番不在になってくるとちょっとやっぱ苦しいんだろうね。点取れなくなってきてんな、うん、明らかですもんね、この7月と8月で、うん、まあ、そうだね、うん、だから急には点は取れないけどもさ、はい、ちょっと苦しいな。苦しいですね。確かにそうなんですよ。得点も先月115得点してたものが今月57得点ですよね、うん、ちょっとびっくりしちゃいました。半分以下になっちゃった。まあ、ちょっと守りはあんまり良くないな。あ、守りも、まあ、球際という意味で、はい、ちょっとポロッとするケースも多いし、うん、記録はヒットになってるんだけど、うん、いやー、これは取れたなっていうのもあるしね、うんうん、だから守りも含めて、はい、バッティングも含めて球際に全体的に弱かったなってい いう印象は、まあ、そんな感じがする ね。なのでやっぱり下の楽天がちょっと見えてきちゃったのかなっていう風な、はい、なってますし、ただロッテ9月とか、うん、そういったなんか10月のに強いイメージっていうのがあるので、うん、9月、はい、ちょっと調子上げていってほしいなと。いや、それはもちろんそうです、はい、思います、はい、さあそして西武です。西武は打率が先月より落ちてしまい1割9分9厘、先月は2割1分8厘。1割9分9厘だぞ。ちょっと199ですけれども、うん、まあでも一時期ね、まあ、それでも3連勝したりだとか、はい、今季初のみたいな、ね、まあそれでもな、それぐらいしかない好材料が。やっぱ高橋光成がさ、やっぱこう開幕から10連敗とか、はい、勝てないよね。ですね、本当に勝てないですね。救援防御率は先月の 4.08 より 2.65 といいんですけど、うん、その分先発陣が4点台に入ってしまったので悪い。 そしてやっぱ打率ですよね、ここですよね、うん、で竹内もな、勝てなくなってきてるしな、はいはい、うん、そうだな、若手の野手を頑張れよみたいな、もうそんな感じだけどね、うん、はい、あとロッテにまだ今シーズン勝ってない。そうなんだ、15連敗。ああ、はい、17いったら大記録だよ。あ、そうなんですか。そんな記録あるんですか。あるんで。でも、一つのチームにゼロ勝っていうことってあるんですね。あるんだろうな。なんで相性が悪いのか。なんでかね。はい、1勝ぐらいできてもいいと思うんですよ。まあまあ確かにね、うん、まあ何か間違って1勝ぐらいするだろうけどな。間違わないんだよね。そうなんですよね。逆にみんな言ってるのが15連敗してる方が難しいっていう風に。いや、もうそうなってくるよな。言ってくるんですか。そうなんです。そうだよ。だからもう西武は何といっても9月は本当まだロッテ残すからロッテに1勝っていうところとか、うん、あとはなんとか打率を来シーズンに向けてちょっとでも上げていってほしいなっていう。まあそうだな、うん、まあ、来シーズンに向けて、ね、光が欲しいな。欲しいですね、はい、さあちょっと8月の月間チーム総評、はい、ね、ざらっと駆け足になりましたけれども、9月はもうオーラスなので、うん、はい、ちょっともうこれで優勝チームが決まってくる。まあ、そうそうだな、はい、ほぼほぼ決まってくるので、ちょっと9月の月間総評も皆さん楽しみにしていただければと思います。はい。